ございます。はい、では続いてのセクションに進みましょう。はい、言葉の使い方というところでお願いいたします。はい、で今言葉という話をしました。で僕たち文章を書くときにやっぱり注意しなきゃいけないこととか、やっぱり人を傷つけたくないですよね、文章で。で言葉で言うと、僕もこう身振りとか表現があってノンバーバルのところがあるので、まあバカだなって言ってもそれが愛情こもったものかどうかっていうのが見てわかる。だけども文章でバカだなって書いた時にそれをストレートに読んじゃうと、これはもうぐさっとくるかもしれない、はい、でそこのところの言葉の使い方っていうんで、少しまあ不快表現であるとかってよく言ってますけど、こういう差別の表現とかっていうのを一応押さえておいた方がいいだろうと思うので、これ今日は一応文章を書く人が多いというところを前提でちょっと押さえておきたいと思ってます。でこれは回答はありません、正解もありませんので、それぞれ皆さんお考えいただきたいんですが、まあ、こういう部落であるとか人種民族地域とか障害とか病気とか、まあ、ジェンダーとか職業の差別みたいなものがやっぱりどうしてもこう出てくる。それは直接相手をまあ侮蔑する言葉だけじゃなくて、安易な比喩とかさっき言った固定観念、男対女とか深夜と若者とかっていうそういう観念に基づいた表現なんかが意外とこう引っかかる場合がある。でそれも禁句集っていうのも作ってる会社もあるかもしれないですね、はい、じゃあそうじゃなくて考え方の理解をしていきましょうというふうに思います。で、まあ、安易な比喩固定観念を取りましょう。で、まあ、比喩表現っていうのは非常に難しくて、うまく使うと非常に効果的なんだけど、例えば劣っていることとか特殊であることを表に表すために持ち出したりとか、辛いこと苦労したことを言うのに何々までしてとかって、その何々が職業であったりすると、それが非常にマイナス表現になってしまったりすることがあるということですね。そこの比喩表現も考えておきたい。で特徴とか役割を決めつけないようにしましょうと、まあ、性別や人種差別も何々ならで女性ならではとか、子供らしいとか男らしいとか女性らしいとかっていう言葉っていうのは、これは例えば褒めたとしてもそれを良しとしないところもあるわけで、それはやっぱり決めつけになってしまうだろうということだね。そういう表現って使ってしまうし、よく聞きますよ ね、うん、ね、で意外とそういうところで僕たちはあまり考えないでさっと使っちゃうことがあるんだけど、それで意外とか傷ついてしまったりとか、それでせっかく書いたとこ、せっかくいいものを書いたのがそこからぐずぐずっと崩れてしまうことがあるということですね。だからまあ役割立場を固定的に考えない、これは文章だけでイラストとか言うのもよくあることだと思うので、ジェンダーバランスとか今言われてますけども、そういうところも気をつけていきたい。で原稿なんかで、まあ、男女のいずれか排除したいずれかに偏ったりしていないだろうかとか、で性別によって職業とか役割職業固定化してないだろうかとか、男女間に優劣とか上下の関係が存在しているような扱いをしてないだろうかとかっていうところ、それからこれは意外と重要だと思うんです。男女を対照的に扱う。で、男性の言い回しに、で、対象が女性の言い回しにちゃんと当てはまるものがあるかどうかってちょっと考えると、はい、そこが崩れている時は、多分何か固定観念、観念が生まれているはずなんですね。なるほど。うん。だからそこら辺のところをちょっと考えていきたい。で、必要以上に性別による区別はしないとかっていうところ。まあ今、女医さんとかってよく使ったりとか、別に医者は医者でしょっていう、ただまあこれで扱う時に女性初のっていうのがあって、それをそこがニュースとかそこが書かなきゃいけない時は必要なんだけども、あんまりそういうところを区別する必要がない場合はできるだけこう普通の扱いでいいんじゃないかと。あとはもう多様な性のあり方についても配慮、さっきお話したようなことですね、みたいなところ、まあ、例えばイラストでも男女が排除したりとか、異性化に偏ってないかとか、必要以上に性別に区別を行わないとか、写真でも女性を飾り物みたいにこうなんかよく昔はよくやったんだけど、そうじゃないようにしましょうということもちょっと気をつけていきたいなというふうに思います。例えばちょっと具体的に言うと、まあ役割職業固定しないという意味では、家事に協力的な夫もパーキンソン病の治療開発で妻を追うみたいな感じで、協力的なって、これ悪い言葉じゃないんですよ。協力的って別にその自分はできないけどもできるだけやりますよっていうのを協力的っていうふうな発言をするんだけど、これがじゃあ女性、これは女性夫に使うけど、じゃあ女性にこれを家事に協力的な妻って言うかっていうと、ああ言わないですね。言わないですよね、はい、っていうことはこれはもうすでにそこでジェンダーが働いてるっていうか、女性に対する固定観念があるんじゃないか。
でこれ言い換えとして家事に積極的な夫ってあるけど、僕積極的である人ではないと思うので、ここはちょっと僕はあんまりこの言い換えっていうかこういう例はあんまり好きではないと思うんですけども、まあこの辺のところもちょっとバランスを考えていくということ、それからこれもちょっと難しいですよ。賃金の低迷や非正規社員の増加で共働きの家庭も増えていると、こういう方、はい、これさらっと読むとそんなに気にならないかもしれないんだけど、ね、じゃあこの共働きの家族が増えているっていうのは単に賃金が低いだけであったり非正規の増加、非正規社員の増加だけなのかっていうと、そうじゃないだろうと。女性だっても積極的に働きたい人いるわけですよ。で男性も働きたい、だったらば2人が働きたい、だから今の仕事はなんとか続けたい、共働きないと生活が苦しいとかって、まあ、苦しさもあるだろうから、そういう形にしてどの家庭にとっても待機児童の問題はより切実なんですよって書けば、その単にそれだけじゃないですよっていうことが出てくると思うんで、こういう表現の仕方とかっていうのも少しこれがもう何度も言いますが、これが正解とは思わないけれども、こういうような視点でものを見ていくってことも必要だろうということですね。八木さんから何が固定観念かを発見するのが一苦労ですですとか、ああ、そうですね、田中さんから良かれと思って使った表現が適切ではないことが多くて難しいですね。そうですね、田中さん、そうなんですよね。僕たちはだから普通に使っている言葉がいざ何かの時にポワンとこう跳ね返ってしまうっていうことがあるので、そこら辺のところも丁寧に見ていくってことも非常に重要なんだろうと思うんですよね。例えばこれです。これは2004年のアテネ五輪の女子マラソンで金メダルを取った野口みずきさんなんですが、これどうでしょうね。一般男性と結婚したことが6日明らかになった。で関係者によると4日に野口さんの出身地の三重県の伊勢市の神社で式を挙げた。今後は家事をしながらランニングイベントなどに参加し、陸上競技の普及活動も行っていくというところになるんです。はい、でここですよね。まず最初にここ今後は家事をしながらって書いてるんです。でこれ男性アスリートの時に男性だとしたら今後は家事をしながらって書く、今度は仕事をしながらってこう書くのかな、どうなのかなっていうこと、多分ここに触れないと思うんですよね。はい、でじゃあなんでこんなことをするの、こんなことを書いちゃうんだろうなっていうところも一つ問題点があると思うんですよね。うん、で皆さんどんどんちょっとこういう辺のご意見を寄せていただければちょっとご紹介もしたいと思うんですが、でさらに言うとこの言い方、一般男性っていう言い方よくしますよね。よく芸能界とかのニュースで言うと一般男性と結婚しましたっていう言い方する。でこの一般男性って何ですか、じゃあ一般の対比するのは特殊男性ですかとか特殊女性ですかって話になっちゃうと、いや要するに、まあ、マスコミとかなんか露出している人に対しての一般っていう言い方をすると思うんですよね。だけどこれをあえてそんな言い方をする必要があるのかどうか、で一般男性っていう言い方なんとなくこうなんとなくこうピタッと来ないっていうか、でもしかしたらその、まあ、自分その当事者が、まあ、例えば野口さんが自分はそういうふうにマスコミとかに顔を出している、だけどもそういう一般の人なのでそういう人たちにあんまり取材かけないでくださいねっていう配慮で一般の男性なのでっていうふうに言ってるかもしれないですよね。そしたらそれは一般男性じゃなくていいわけですよね。そこ書かなくてもいいわけで、そこは取材しませんよってことがあれば野口さんが男性と結婚したことが明らかになったっていうふうになるんだろうけども、そうするとどうでしょうねって、男性と結婚しましたってことをあえて書く必要がありますかっていう問題がもう一つ出てくるね。確かに。でまあいいですよ、男性があったとしてでこうですね、一般を取ったとしても男性と結婚したことが明らかになったって、でこれは今の、まあ、結婚のいろんな制度でいうと、まあ、男性と女性が結婚するっていうのが、まあ、一応あれだけど、でも世界的に言うと同性婚っていうのを認められてくるようになってきたということになると、じゃあ今後ねこの一般男性とか男性と結婚したっていう言い方をする必要があるのかなっていうところ、そこまで踏み込む必要があるのかな、うん、で要するに何を言いたいのかっていうと、この記事で言うと野口みずきさんが結婚したことが明らかになったんですよね。確かにあえて女性男性って区別する必要がないし、うん、特にないですね、ということですよ ね。 でここも今後はランニングイベントなんか参加しってこう家事をしながらなくたっていいじゃないですか、はい、でこういうところは丁寧に書こうとしながらなんか丁寧じゃないっていうか、余計こうなんかこうなんか
探らなくていいところをえぐってる感じもしなくもないの でこういうところの意識っていうのをこうさーっと読むんじゃなくて、ちょっと意識しながらこの言葉のあり方っていうのを見ていくというようなことも必要なのかなと思っています。はい、そうですね。澤田さんからなお妊娠はしていないっていう表現も気になります。そうですね。そうですね。そうですね。余計なお世話ですよね。そう思うんですよね。でいろいろ今たくさんコメントいただきましたね。はい、そうですね。先ほどの家事をしながらのところに関しても、女性は家事をするべきという考えに基づいているからですね。そうですね。だからこれは意外と昔の僕たちずっと思ってる家制度の中の話とかっていうのが出てくるので、まあ、そういうところからもうすでに僕たちも もう違う世界にもいるんだから、もっと新しい概念の言葉っていうのが出てくるといいなと思うんですよね。はい、古田さんは芸能人が結婚した時の報道は気になるものが多いです。一般男性結婚後も仕事を続けていく、妊娠はしていないとか。そうですね、古田さんね、本当そうですよね。だ確かにね、そういう芸能人の方とかって僕たちがしょっちゅう見てる人たちってやっぱり興味ありますよね。はい、僕たちは興味あるんだけど、そこはやっぱりこう抑えて書くっていうこともある程度必要なんだろうなと思うんですよね。そうですね。新井さんから家事をしながらを2人の生活を大事にしつつと書いたらいかがですか。いいですね、新井さん。素敵だと思いますよ、こういう言い方ね。素敵な表現ですね。ありがとうございます。はい、でさらにちょっとでここもそうですね、男女間に優劣上下関係生まれないだろうか。で大体こうなると、まあ、ここもそうなんだけど、男の男性が教えて女性が質問するみたいな、はい、女性の質問に男性答えみたいな Q&A とか出てきたりとかってあるので、そういうのもどうなんだろうとか、あとはさっきも言いましたが言ったけども、男勝りとか女だてね、めめしいとか、嫁にやるとか嫁にもらうとか、娘を片付けるとか、うん、いうような話、さっさと片付けてくれないかなとかって親父さんとか言うかもしれないけども、はい、身内の話ならばまあね、そこはいいけれども、それを堂々と第三者に見せるっていうことが本当にいい表現なのかっていうこと。あともう一つは入籍って、これちょっと細かい話になりますけども、はい、一般的にはまあ入籍しましたっていうのも悪くはないと思うんですけど、実は初婚同士であるのは新しい戸籍を作ることになるんですよね。編成することになる。だから戸籍を作ったっていうことなんで、婚姻届を出すとか結婚しましたで十分分かる話で、入籍っていうのは昔は家っていうのがあって、そこに嫁さんになる人が入ってくるっていうんで入籍なんですよ。元の家に家父長制度で長男がそこに嫁をもらったらそこの家に入るっていう意味があったので入籍になるんですけど、今は独立した戸籍ができるので、入籍っていうのは実を言うと正確ではないって言われてるんですよね。そうなんですね。意識したことがなかったです、意味を。ないですよね。あとは結婚したイコール入籍っていうふうに捉えますよね。だけどまあそこら辺のところは僕たち普段言葉そんなに意識しながら使ってないので、こういう機会に少しちょっとこう見てみるっていうことも大切なのかもしれませんね。はい、でこうさっき見ました男女を対照的に扱う、まあ、対のない言葉は使い方に注意しましょうと。なんとか女子っていう、まあ使わないかな、あんまり、まる夫人ってこれ使いますよね、はい、何々以上とか良妻とか妻女とか人妻って、これ良妻のところを夫に言って両夫とか言わないですよね。最上最段とは言わないし、はい、一つは人夫とは言わないじゃないですかって話ですよね。あと未亡人諸女作とか女房役とか、女房役なんか今でも野球のキャッチャーとかによく使われてますけれども、まああれなかなか取れないですね。であとは女性アスリートなんかで見出しに性ではなくて下の名真央ちゃんとか使う、まあ親しみを込めた使い方はそれはいいんだろうけど、一人の女性というか人間として見た時に真央ちゃんでいいのかなっていうのも時々考えた方がいいと思うね。親しみを込めて悪い表現ではないかもしれないけども、そこはやっぱり考えた方がいいだろうというような気もします。はい、で性別が不要な場合は書かないと、女流作家、女教師、女社長、まあ、さっきもなんかちょっとあったかな、女起業家、女性起業家みたいなね書き方とかっていう、これも別に先生は先生でしょ、作家は作家でしょ。だ時々あるのは女優っていう言葉にもすごくこう意味を込めて使ってらっしゃる方もいらっしゃって、はい、俳優じゃなくて私は女優ですっていう方もいらっしゃるので、そこのところの意識っていうのは、まあ、人それぞれがあるので、そこは大切にしながらも、まあでもそこをなんだろう、女性男性ってつける必要がある、男社長って言わないですもんね。
確かに男位って言わないし男教師っていうのはなんかないですよね。言わないですね、うん、だからこれはだからそういうもうすでに刷り込まれた何かがあるんだろうというふうに思うんですよね、はい、でまあ既婚か未婚かとかっていう、まあ、家事や育児のことを服装外見なんかはそんなこともうどうでもいい話で、その人っていうのはあればいい話なので、存在そのものをちゃんと見ていくっていうことの方が視点としては正しいような気がするんですね。でこういうところを少しずつ大切に見ていけたらいいなと思います。あとは多様な性のあり方っていうこともあります。男性も女性も生きやすい社会に、まあ、これもさっき言った通りです。男性女性って分けること自体がどうなのか、まあ、これ性別に関係なくっていうのもなんかこれもなんかちょっと僕もすっきりしませんけども、まあみんながだよねなくても生きやすい社会にしましょうだけでもいいしっていう、そういうものが言葉として存在するっていうことは意識してるってことなので、逆にそこがなくなるとねいいかもしれない。で LGBT って言葉を使って、まあ、レズビアンとゲイとバイセクシャルとトランスジェンダーとかっていうのがあるんだけど、まあ、これできた時はうわすごくうまく考えたなとは思ったけども、使っていくとだんだんそれがそこから漏れるんだよね。ある概念を決めるとそこから漏れるものが必ずある。その漏れるものをどう救っていくかっていうことがあるので、まあ、これ絶対使っちゃいけないとは思いませんけども、そこだけじゃないんだよ、いろんな考え方があるんだよっていうところから言うと、この LGBT とかいろんなこうもうそれもなくなった方が、僕はこういう言葉がなくなって自然にフラットにいけると本当にいいんだろうなと思いますけども、まあそこがなかなか難しいところかもしれません。はい、ありがとうございます、はい、ではですね最後に質疑応答の時間を取りたいと思いますので、はい、皆さんも先生への質問ございましたら質問タブを使って質問をお寄せください、はい、早速ご質問がたくさん来ておりますのでご紹介していきます、はい、学んだ投稿で先ほどいただいてたのがですね、先生の試行錯誤のくだりがありましたけれども、はい、先生がこの導入を絞り出すまでにどれくらい時間がかかったんですかそうですね最初考えた時これね、最初書いて書きました。で翌日です、翌日もう一回見ました。でもどうしてもなんかすっきりこないし、文章がなんか冗長になっていて後ろの方とダブったりとかいろいろあったので、もう一回考え直すっていうんで、結局1日書いておいて、それからまあ読み直して、それでも 4,5 時間かかってるんですよ、やり取りこうやりながらしてると。それなんだかんだ言いながら 4,5 時間はかかってると思いますね、頭のところだけでも。日を改めてもう一回見てみるっていうのは大切なんでしょうかね。そうさっきも同じ言葉をなんか使ってしまうって方は、あれってこう一つのスパイラルに入るとそこから抜け出せなくなっちゃうんですよね。すると同じ言葉一回使った言葉がぐるぐる回っちゃって、その視点が変えられなくなっちゃうんですよ。だからそこをポンと一回外して、ちょっとこう外の空気を吸うとかでもいいんだけど、ちょっとこうずらしてからもう一回見ると、あっって思うことがあるし、どっかに頭の中モヤモヤしたものが引っかかってるものが多分あって、街を歩いたりなんか他の人と話をしてた時に、ああそうあったあったって思い出すこともあるっていうので、ちょっと間を置くことは大切かもしれないですね、はい、ありがとうございます。では続いてですね、富田さんから、めめしいという言葉はこれからあまり使わない方がいいんでしょうかそうですね、だからここそう使わない方がいいかどうかっていう言い方をすると、これはさっき言った言い換えみたいになっちゃうじゃないですか、はい、でそれは意図を持ってめめしいっていう言葉を使う時は使っていいんですよ。それが全部封殺しようって言ってるわけじゃなくてね。だけどめめしいっていうこと、おおしいって言葉もあるんで、ね、逆にこれについては ねだけどそこの対比をこうすることによって、めめしいっていうのはどういうことなのかっていうと、これめめしいを女性に使わないということですよね、逆に言うと。あそうでしょう、男性にしか使わないから。確かにそうですね、めめしいやつだなって男について使うわけだから、はい、それはその男性を否定したことにもなっちゃうし、逆に言うとそれを否定するってことは女性をこうなんだろう、ちょっと低く見てるっていうことにもなっちゃうので、はい、そこの使い方をどうするかっていうところは一つあると思うのね。使わない方がいいというふうなのでしょうかって聞かれて、使わない方がいいですとか使いなさいとかってことは言えないけども、その状況に応じて富田さんがどう考えるかっていう考え方の方が重要と思うのね。じゃあそういう意味もあるっていうことを理解した上で、そうですね、またどう考えますかっていうことなんでしょうかね、うん、では東さんから、先日百姓が差別用語であるとスクールで学んだんですが、調べないと絶対にわからないです。まさか差別用語だとは思わないので、おそらく使用するときにチェックはしないだろうと思います。先生が講演される際にはどのような手法を取られているのでしょうか。
これもね、こいつをしていて、はい、ちょっと引っかかる言葉とかっていうの出てきたりします。じゃあそれは書いたライターが、いや僕はそう思わないよっていうこともあるわけですよ、はい、でもこういう例があるんじゃないですかねって言った時に、まあ、そこはだからこうコミュニケーションを取りながらですよね、相手がどう思うかちょっと考えながらこの言葉についてちょっと話をしていく、その時どういう可能性があるんだろうかっていうところをやっぱりライターの人と、まあ、校閲の人間とか話し合いながら収めているのはなければ、それ使わなくていいならば使わない言葉でやりませんかとかっていうこともできるでしょうし、どうしてもそれが使いたいならば、じゃあそれを、いや引っかからその言葉について何かちょっとこう引っかかりを持つ人があるかもしれないので、ちょっと違うなんかワンクッション入れるようなことをしませんかとかっていうサジェッションをしたりとかしながら使っていきます。うん、はい、ありがとうございます。ではですね、澤田さんから、どうしても文章が書けなくなった時の対処法ありますか？これね、あれ、はい、本当にあるんだよ ね。もうダメかと思うことがあるんですよ。だからコラムずっと自分で書いてて代わりがいないんですよね。で毎週1本書いてるとか、取材に2日ぐらいかかったりすることがあるし、まあ、うまくその日に1日のうちに2つ3つ取れることもあるし、ワーポ取りが大変なってことがあって、でそれでバーッと2つ3つ、まあ、まとまらないので、でこう置いていくと、もう締め切りがあるわけですよね、はい、この日に出さなきゃいけないっていうところがあるので、その時にわあダメかもしれないって思ったことは何度もあって、はい、でももうこう、でももうそれやるしかないと思ってこうやっていくと、まあ最初の頭となんか頭の中でこう多分なんかあるんですよ。その頭の中にこうどう何をこうつなげていけられるのかなっていうところをこうメモを見ながらこう組み立てていくと、あできるかもしれない。でその時に一番大切にしているのは、その人の話の中で何が一番面白かったかっていうところですね。そこを意識したいと思ってます。はい、ありがとうございます。続いてですね、富田さんと田中さんから似たようなご質問が来てるんですが、田中さんから、先生がまず思いつく文章の上手い人どなたでしょうか、はい、で富田さんから、先生がこの作家は言葉の使い方が上手いと思う方どなたでしょうかといただいてるんですが、そうですね、僕は個人的には野坂さん、野坂弘明、野坂さんか、大好きなんですけども、あの人は文章としては非常に読みにくいかもしれないし、長い文章を書きます。でもなんかこう個人的にこうなんとなくこう読んでいて楽しいなと思うのは野坂昭如さんですかね。うん、なんだろう、なんていうかこう話し言葉風に読めるんですよ、はい、なんか分かんないけど、うまく言えないんだけど、なんかいいなっていう感じをすごい常に持ってますね、うん、はい、ぜひ参考にしてみてください、はい、ではいろいろご質問来てるんですが、お時間が近づいてきたので最後のご質問です。関根さんから、がと和の使い分けすごく勉強になりました、そういった文法を学ぶのにいい本があれば教えていただきたいですと。あ、関根さんありがとうございます。僕の本後で紹介させてください全部書いてありますから。この後ですね、紹介しますので。いやらしいね、なんかね。はい、ではですね、皆さんも今日の授業で学んだことは学んだボタンでシェアしてください。学んだことはもちろんですが、感じたこと、意見など何でも結構ですので、学んだボタン使って教えてください。お待ちしております。スクーはいつでもあなたの学びのそばにいます。豊富な授業を先生や受講生たちと一緒に学んでいきながら、あなたらしい生き方を作っていきましょう。生放送への参加は無料。録画授業も月額980円で見放題。世の中から卒業をなくす。スクー。